はい、ランくんとポンちゃんの毛があ、ごめん、はい、つきますので、今コロコロをやっています。今シーフォードをちょっとコロコロしちゃった、うん、そしてここをきれいにしたのはなぜかというと、はい、次お願いします。なんかとっても可愛いものがいっぱいいただきました。売り物なんだね。編みぐるみっぽくこうやって見ると見えるけど、そうではない。何でしょう。開けましょう。はい。この入れ物かわいい。はい。またいただき物です。ありがとうございました。編みぐるみだね。なんか猫ちゃんみたいな。これは猫もやってた。あなたですね。目はジャン君の目だね。うん。そしてこれはジャン君、お、なんかかぶってる、うん、顔が、お、でっかい、はい、あ、コアラ。ネタが先バレちゃった、はい、ポンちゃんがクンクンしています。これはあなたですね。ちょっとふてくされた顔が昔のジャン君みたいですが、はい、出たコーラ。どういうこと。おもろい。なんだコーラが猫の猫かぶりしてんの。はい、これはライブの時に、うん、これは送ってもらったの。あ、そっか、うん、届きました。ありがとう。ありがとうございます。じゃあこれはポンちゃんね。はい、ポンちゃん。はい、どんどん出しましょう。うん。なんか可愛い猫グッズがあったので、お手紙に書いてありました。可愛い。なんかもらえるかと思って出てきた人たち。そうね。はい。いいえ、食べ物ではございません。めっちゃクンクンしてる。でも匂いするよね、きっと。あのフェルトだか、あのチクチクとかで作ってるのかな。これは長いにゃんこ。にゃんこなのかしら。そういうことだね。だってほら、うん、尻尾だよ、ここほら、うん、尻尾。ジャン君、ポンちゃんが出てきた。で、ここお耳で、ほら、どっからか出るんだろうか。あ、ここから出るか。あ、なに、ポンちゃん。ポンちゃん。あ、ほら、こういう、こんなにゃんこだよっていう。はい。はい。で、ほら、猫。と、もうピントが合わないね、近すぎて、ね。あ、黒と赤と青。あ、ほら、見て見て、長いにゃんこだよ、ほら。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。まだまだ続くよ。お、消しゴム。こう入れ物かわいいんだよね、この猫ちゃんが。こうやって物を入れると持ってるみたいになるの。ちっちゃい方がわかる。こういう、ちょっと待ってね。こうなって、ほら、こうやって持ってるよ、みたいな。はい。はい。これは、ポンちゃんでした。はい。これは、にゃんこな消しゴム。すごいね。いっぱいいろいろなにゃんこが。見つけるのが上手。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。これはね、こういうのは使えないです。もったいなくて。クンクンする。クン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 。何の匂いする。ほら、消しゴムだよ。小学生の頃の私だったら大喜び。今もよし、嬉しいけど、なんか女の子って消しゴムを集めるよね。不思議だね。不思議だね。まあ、男の子もなんとか金消しとかあったけど、うん、ケンは消しゴムは使うものだと思ってました。小学生の時、カエルさんだ。はい。
またちょっと面白いデザインのシュール系のタイルです。座ってさ、楽器持ってるやつに似てるよね。そうだね、うちではね。お揃い、あれの、あの、なんだっけ、この、つけられるバージョン、なんて言えばいいの、キーホルダー。キーホルダーとか、はい。あ、木彫りアニマルストラップ。うん、インドネシア、ね、バリ島からやってきた動物をモチーフにした愛らしい木彫りのストラップです。やるほど。はい、どうも、ありがとう。あい。まだあるのさ。よいしょ。よしょ。これも持ってきたよ。これは、ポーチかな？はい。あ、IC カードとか定期が入れられるよって。うんうん、服集め。招き猫。手作り。ポーチ。今日は、今回はほら、招き猫シリーズだね。そうだね。うん。ポーチ、ポーチ。あん中にも何か入ってるよ。あ、猫のハンカチかな。うんうん、すごい。なんかただなんか詰めてあるんだと思ったら、詰めてあるものもにゃんこだー。ポンちゃんとかジャックみたいな。ほら猫ちゃん。ほらポンちゃんだよ、ポンちゃん。ポンちゃん。あ、ジャック行っちゃうの？ポンちゃんだよ、ポンちゃん。ポンちゃんでー。はい、さらにあとでこれをこうしてにゃんこの便箋、ちっちゃい便箋、ね、頼り、うん、かわいいです。封筒も入ってる、ね、封筒も入ってる、はい、手紙を出しましょうね。そしてお待ちかねです、ジャックとポンちゃんにもおやつが入ってましたよ。猫ちゃんのふりかけ、よかったね。はい、後ほど振る舞われると思いますよ。じゃんくん、このまま食べてもペットフードに入れて食べても食べやすい大きさ。これから食欲が減退する時期ですから、うん、ちょっとだけこれをかけるといいんじゃないかな、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いっぱいいっぱいかわいいの、はい、また別枠でいただき物です。いただき物です。あ、これは私の、私に何が出るんじゃい。まずはこれうまかった。そう、種なし梅そう、先にね、ちょっと食べたのね、うん、これ梅干しなんですよ、はい、梅干しの、しょっパックあんまりないやつがここに、このお菓子のように入っています。開けます。これはいいよ、美味しいよね、うん、体にもいいしね。ほら、種どうやって抜いたん？手作業なんだろうね。ね、まあ、クロケンはお酒のお供だねと思いましたが、我が家はお酒飲みません。一人もね、なのでご飯よりもおやつだね。そうだね、うん、あ、これお母さんも美味しい、好きかもね。そうだね、入れてみようね、うん、はい、食べちゃおう、うん、そしてなんか怪しいものがありますけど、そちらにはこれはガチャガチャです。やっぱりか また少しガチャガチャ熱再熱しておりますが、いただき物でございます。はい、うちにはこの手のガチャガチャがないのですね、うん、あら、ジャン君とポンちゃんにいいかも。あら、お、お、はい、ヘラクレス。はい、これはヘラクレスオオカブトというやつですね。カブトなの、それって。カブトムシだよ。あ、そっか、うん、これがこううにょってなっててもカブトムシなんだね、うん、ヘラクレスオオカブト。ポンちゃん、一応ポンちゃんチェック、うん、ポンちゃんチェック。ほら、あとでね、あの、あれしますよ、組み立てますよ。そして、これは、あ、頭が2個入ってんの？
あ、違うかな。違うね、途中の中間とお腹部分ですね。これはノコギリですね。これノコギリクワガタ、はい、だと思います。これはクロケンが少年時代には、憧れのこれを捕まえると大体優勝でした。優勝みんなで捕まえてね、よく山の中で木を蹴って、落として取りました。さあ組み立てよう。細身とこのよいしょ。あ、その前にこれも、うん、今じゃなくていいよ、後で。あ、そうか。じゃあこれ、なんかね、これねもらったの。あ、これね、あれ一体何？多分ジュースと思うんだけど、なんか入れ物が可愛いみたい。入れ物が可愛いって言ってた。お、おしゃれ。テレビで見た見た。なんか、はい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 、あの化粧品みたいな感じのジュースね。あ、こんな可愛い保冷剤が入ってる。ほうほう。え、これ何の味？カフェ。ストロベリー。あ、これは名前か。お店の名前。ストロベリーかグリーンティー。あ、ここはマンゴー。マンゴー。あ、本当はこれにチェックが入るのかな。これだよって。でも色的に多分ストロベリーだよね。あ、そうだね。うん。そう、これ冷やして飲むと美味しいって書いてあったから、うん、冷やしてから飲みましょう、ね。どうもありがとう。ありがとう。さあ、ありがとうって喋ってみてください。無理。ポンポンポン。はい、ジャン君。はい、でも可愛い。どうもありがとうございました。ありがとうございます。可愛い。入れ物可愛いよ。はい、今度はいただき物ではございません。ジャン君のネームプレートがいつの間にか取れてどっかに行っちゃっているということで、新調することにしました。そしてポンちゃんの分もじゃあ一緒にねということで、うん、あ、かわいいね、さすがにね、白いね、なんじゃそりゃ。こうやって届いたんですよ、多分傷がつかないようにね。あ、うん、なんかめっちゃ鳥さん鳴いた。はい、はいはい、不思議な鳥さんの声。なになに、撮ってるんですけど。何鳥さん。よいしょよいしょ。あ、破っちゃ破っちゃ。あ、こうやって出てくる。出た、ちょうど来た。はい、ジャン君でした。では置きますよ。はい、はい、ジャン君の分です。ポンちゃん、ちょっとシルエットを前のと変えました、うん、ポンちゃんの、ポンちゃん、ポンちゃん、あれ、あれ、あれ、下の方に入ってたね。あら、ポンちゃん、ポンちゃんです。はい、はい、あ、でした。はい、また付け替えます。新品キラキラしてますね、うん、ジャン君のはもうだいぶ前のだったから、うん、結構傷だらけになってて。本当だね、すごい光ってんね、うん、今度は、うん、はい、どうも。綺麗です。ありがとうではなくて買いました。でも作ってくれた人にありがとうでいいんじゃないの。はい。